さあ、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、私、有吉弘行でございます。2019年4月28日、日曜日、残すところ、あと2日ですかね。はい。平成もね、平成の最後、はい、ということでございます。そして、まあ、世間的には10連休。そうですね。ゴールデンウィーク、大型連休というやつですかね。はい。結構渋滞なんかでね、大変な方もいらっしゃるでしょう。うん、まあ、落ち着いて運転していただければな、というふうに私、有吉は思っております。はい。そして、まあ、太田プロ的というか、まあ、芸能界的にはビッグなニュースとしては、今現在ね、はい、HKT ですか、AKB ではなく、HKT48、ね、指原莉乃が卒業ですね、はい、今日でね。はい、横浜スタジアムのコンサートが終わったのかな、もう。いやー、もうどうですかね。どうなんすかね。かもしれないんですけど、ね。はぁ、なんかちょっと電話をね、はい、つなげるらしいですよ。今ですか？はい。もう、HKT 終わりますから。はいはいはい。もうこれからはもう、フリーの立場ですからね。日曜日に握手会から行くこともないでしょうし、時間がそうか、このラジオにも、積極的に参加してくるということで、はい。ちょっと電話をしてい、はい。もし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 指原どうもお疲れさんえお疲れ様です指原どうも本当に長い間、何年になるかな何年ぐらいですかね。もう10年ぐらいはやってるもんな、でもな。そうですかね、うん、はい。はい、本当に卒業おめでとうございます。卒業ですか、ついに。どうでした？あのコンサート、横浜スタジアムの。いやー、本当に、やっぱり、みんなが、私のことを見てくれたっていう、喜びですか、感謝しかないですよね、でも本当に。そうだね、なんか AKB 時代にちょっとね、はい、まあ、はい、普通は別にそれなんでもないんだけど、まあグループ的にそういう、まあ風潮だったから、うん、HKT に左遷というね、最初は左遷みたいな形だったけれども。そうですね、あの時本当心配かけました、皆様に。うんはい、でも結局こう結果を見てみたら左遷でも何でもなく A 点だったのかもね。すごく指原にとってはすごくいい状態になったかもしれないね。私指原にとっては非常に、いい経験になったかもしれないですね。うん、でやっぱり強くなったと思うし。はい、強くグッとやっぱりそこでエンジンかかりますよね。で、やっぱりね、あの立派に俺 HKT を引っ張って行ってたなというふうに思います。いやー、その辺は嬉しい。フォーチュンクッキーとかからですかね、あのあたりから、ちょっとこう、うん。まあそれはヒット曲に恵まれたのはさ、はい、みんな、周りのみんなの力もあってなんだけど、うん、HKT の若手たちを、はい、ぐっと引っ張っていったのはすごいなと俺思います、若いのに。本当にありがとうございます。うん、なんか今までいろいろ出させていただいたんですけども、うんうん、言ってもこのラジオきっかけかなっていうのはあるんですよね、正直。そうだな、学祭行ったもんな。はい、学祭一緒に行かせていただいて、あの時はまだ実力不足でしたけれども。まだだってあれだよ、はい、学祭行ったけど、男の子のファンたちなんて全然うわーともなんともなかったよ。そうですね。全然人気もなくて。すいません、本当にちょっと私尖ってたのかな、あの時期。うん。尖ってたっていうか、ちょっと暗かったというか、まだちょっと自分を出せてなかったのかな。そうですよね。でももう立派でしたよ。今はでもそういう殻の、なんだろう、破れてない子たちに私の背中見てほしいなっていうのは、うん、思いますよね。いや、そうだよ。立派な背中になったと思います。はい。嬉しいです。本当に嬉しいです。生きたな。はい。うん。これからも、だから今日はまあ、一区切り、はい、まあ一つね、はい一つのゴールであり、そしてまた新たなスタートです。はい。本当に、本当はスタジオにお伺いしたかったんですけれども、うん、はい。なんかこう中継って形つなげてくれて嬉しいなって思います、うん、でも。はい。まあ、これ一区切りなんだけど、人生に、休んでる時間っていうのはないから、常にこう進んでいくわけだから。うん、今の言葉がまたガソリンになって、うん、はい、もう、1マラソン、なんかやっていけるような気がしますね、人生という名の。そうだな。はい、はい、いいマラソンしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。また明日からも頑張ってください。はいはい、ありがとうございます。今日はいいお酒飲んでね。すいません、今日ばかりは本当に派手外さないように気をつけたいと思います。指原、はい、忙しいとこすいません、ありがとう。いいんですよ、はい。はい、またじゃあ。山本でしたけどね。ありがとう、指原。山本ですけどね。山本ですけど。Release so much stress. Now of the Longevity Program. Oh.
さあこんばんは、オートブロの真珠、広島軍団怪談時軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマー、アシスタントこちらお二人、タイムマシン3号関太志です。アルコ&ピース酒井健太です。さあというわけでね、指原とも話は、ちょっと一緒に連絡しまして、はい、今日はもっと重大な、そうですね、ことが待っております、はい、平成最後の放送ということで、今回スペシャルゲスト、孤高の芸人ですね。まあなぜ孤高になっているのか、うん、それはちょっとはっきりしたことはわからないですね。嫌われてるのかもしれないですし、聞いてみたい、あまりに才能がすごいのかもしれません、はい、とりあえずは、まあ、あの AD の山川からは異常に嫌われてる異常に異常に嫌われてる、みんな好きになる、深川亮さんが、ですけど、深川亮さんが今日およそ3年ぶりのご登場ということでございます。平成31年間、平成を総括していただこうというふうに思っております、うん、皆さん生放送、深川さんにメッセージを送ってください。聞きたいこと、深川さんへの質問ね、何でも OK でございます、どしどし送ってください。ちょっと、はい、行きましょうかね、有吉弘行サンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。Stay Night DreamerLive on air. Stay night. Dreamer. Live on air. What's the news? Sunday night. Dreamer.さあ、東京ハンズも JFN スタジオから生放送、有吉弘行サンデーナイトドリーマーです。今月のアシスタントはタイムマシン3号関太志と、アルコ&ピース酒井健太です。さあ早速紹介いたしましょう、本日のスペシャルゲストでございます。関さん、紹介お願いいたします。はい、本日のスペシャルゲスト、深川亮さん。シュールな笑いを日本に定着させた平成の喜劇王、俳優でエッセイスト、ロケットマンの名義で DJ として活動するマルチなタレントです。独身を貫き、芸能界では誰ともつるまず、プライベートでも友達はいないという孤高の芸人、ギャランティーには厳しく、お金の亡者という一面があります。え、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、3年ぶりですか。そんなになりますかね。前出た時こんな金の亡者みたいなのありました、ね、3年ぐらいの色増えましたね。だってそんな毎年出てくれてたんだって、そう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 、いや出たい気持ちはあったんで、はい、いろいろね調整ね、うん、大変だから、うん、そうそうそう。でももう山川さんもう大丈夫でしょ。山川だって嫌いだよお前。山川だってお前3年前とお前随分お前のストレスも痩せちまってよお前10キロぐらい痩せちまったよお前よくこの長年嫌いでいられるよそんなに逆にしかもだから本当好きになったら楽だと思うんだけどね、ここまで来たらこんなに嫌い続けるのであれば、いやでも嬉しい嬉しいよ本当、なんだかんだでなんかどうしたら雰囲気また変わったね、ちょっとまたちょっと髪型変えて、なんか東条英機みたいな顔してるからなどうしたんだよお前、丸眼鏡かけて、メガネはね、あの占いの方に言われて占いなんでやってんの、メガネかけた方がいいって言われて、そう、なんかちょっとまた雰囲気が出てきたね、なんかでしょ。やっぱりだから広尾とかやってるといろいろね、あのなんか言葉にさ、うん、あの奥行きとか、うん、あの求められるから、うん、こういうところからね、うん、やっていこうかなっていう。なんかアングラ芸人っぽいよ、なんか。あ、でもまあ悪くないよ。インターネット放送で人の芸人の悪口ってそうだよ。そればっかり。アングラの解釈違くない？アングラ自体は悪くないんだけど、解釈がちょっとずれてる。あ、そう。うん。関君と酒井君がずっとよそよそしいの、これ何かあったのこれ。だって知らないだろ世代的に深い。まあ、ネタはもちろんテレビで見たことある。見たことある。なんか言ってみな、犯罪を犯した同級生みたいな壁作るけど。会話はするけど、なんか目が受け止めてない。いや、そうだと思うよ、だって。いやいや、そんなこと。知ってるねって言ってみ、一個。お前んちの母ちゃんとこ、天井低いよな、みたいなやつですよね。お前んちの天井低いよな、みたいなやつですよね。めちゃくちゃ見たことあります。笑った？の前やりにくいわけじゃないよ。俺の採点が厳しいわけじゃないよ、ね、のびのびしてね、のびのびやってます、うん、はい、あるね、僕はじめほぼ始めましたと思います。そんな気しないけどね。そうだろうね、だってうちピーとかにも出てそうだけどね。うちピーお前は言っちゃダメなの、言っちゃダメなの、うちピーのことを言っちゃダメになる気が。ダメじゃないけど
出てないの、世代的に。世代が全然違いますもんね。うん、あ、そう、見てた方が。もちろん見てました。ね、猫男爵とかね。猫男爵。すごかったんだ、私の家で。昔話するようになったら終わりだぞ。もうね、一層終わりたい。もう一層終わりたい。眠りたいよ、本当に。選挙はないのか？僕もお仕事で、でも、なんかこう、会った時に話しかけてくれたりとか、うん、挨拶程度ですよね。そうそうそう、やっぱ可愛がってるから。可愛がってる、選挙。うん、うん。で、前、CM でも共演してるし。すっごい昔に、まぁ、ちょっと、シーンは別だったんで。そうそう、オンエア上は一緒に出てますけど、いやでももう共演は共演だからね、共演は共演だけど一緒じゃないもんな、まあちょっと別ではあるんですけど、ちょっとそのグイグイ来る感じもちょっと、うん、怖いというか、接点に厳しくないですか、接点の審査が接点あるけど、いや、お前アンガールズだけだろ、マジで あながち間違いではないが、ね、でもほら平野ノラさんとかね、もうちょっとおのずとさん付けになっちゃいましたけどサンシャイン池崎さんとか仲良くさせてもらってますダメだね、こういうとこ出ちゃうね、臆病さが出ちゃう、いやそうだね、何してたのこの3年は、うん、いやいや、いろいろやってましたよ、そう、うん、まあ、もちろんね、その MX とかもね、まあ、ベースにありながら、はい、まあ、いろいろとね、まあ、軸足を置きながら、うん、MX も長いね、ずいぶん。もう8年目になるのかな。あれって結構 MC 変えるんじゃないの？結構定期的に変わってたよね。そうなんだよ。駅伝スタイルだから、もういつでも、もうね、次の人に渡してもおかしくないんだけど、やっぱり局長のね、そのプロデューサーの頭の中まだちょっとチェンジっていう意識がね、芽生えてないみたいなんですよ。あ、そう。うん。なんでだろうな。別にいいって感じもないよな。まあ、うん、何別にいいって感じもない。いやいや、いいって感じあるよ。いやいいって感じあるから続いてんの、うん、で見てないでしょ、まあ、まあたまに見るけどね、でもね、なんかたまにあのほら深夜の番組でさ、やっぱマツコさんと共演だからさ、うん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 、たまにあの僕のワード出してたでしょ、出る出る、うん、ああいうのすごく嬉しいから、うん、出した方がいい、すごく嬉しい出してとは言わない、言わない、ね、うん、すごく嬉しい、嬉しい、あのなかなかほら日常でさ喜ぶことってないじゃない、ないね、ああいうことが一番嬉しい、嬉しいね、唐突にねそうそうそう、バッと出てくると嬉しいよね、そうそうそう、確かにね、うん、ああ DJ はやってるんですか、相変わらず、DJ はやってますよ、あ、うん、ロケットマンで、そうロケットマンでやってて、今日はね、うん、ちょっとこういうのもあるから、ほら何やってんの、ううえ何これ知らない、世界一臭いっていうやつシュールストレミングみたいなやつね。まあ、パッケージはね、ちょっと似てるけど、これが、とんぶりってやつで、今日はとんぶり応援大使として、とんぶりをね、皆さんに、味をね、魅力を伝えたいなと思って持ってきたんですよ。ね、で、これ、終わりでね、放送終了後の、写真撮影あるでしょ、で、これ、これ一緒に被るから。ああ。うん、タラコタラコみたいなやつね、そう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 、とんぶり頭のね、かぶり物ですか、でこれ持ってきたから後でさ、何してんのよ、でそこまでお前汚れちまったのかえちょっとお前っとっほぼオープニングのトークでとんぶりの宣伝し始めたお前俺はショックだよ、ね、待ってよ、だって今年はもうとんぶりの1年なんですよ、今日ね、とんぶりの1年って何、このとんぶりのためだったら今日どんなメールも受け止めるっていうね、誓ってきたんですよ、これ秋田の名産だから、秋田も放送してるでしょ、うん、ね、なんでそんなことやってるの、お前関係ない横浜の人間だろ、いやだからいいんじゃない、横浜の人間なのにこのとんぶりの魅力を、ね、他県の人間が伝えるっていうところにやっぱりセット、だってお前なんてとんぶりなんて一番嫌いだろちょっと秋田止めてもらっていいですか、JF で秋田止めてもらっていい、そんなの勝てないタイプだよ、ダメだ、変なのが電波乗っちゃうわ嫌いなわけないでしょうが、好きしかないもん、ものに対してダメだ、嫌いの概念がないから、なんでだよ、でこれ歌作ったから後でね、みんなに聞いてもらおうかなと思って、ほら知ってるやついるんだわ、ね、よくやってんだね、ラジオのサイン Z、深川さん、アナルにいくつとんぶりを入れられますか僕は8つです8つ、ね、8つだけ、これみたらし団子に書いてたね
ちょ、観光大使やってるから。なんでよ。お金こそいただいてないんですけど、やっぱつながりがあるから、みたらし団子で行くか、ちょっと秋田、東北方面ちょっと。秋田どうやってんの？秋田の大館っていうところでしか、もう農家さん10軒しかない。だから私が何とかしたいと、ね、いうことでやってるので。そう。なんで深川くんなんだろうな。秋田なんてダンミちゃんいるしさ。そうそうそう。そうそう。そういう人にもね、あの力を借りようかなと思ってるけど、今後ね。25粒だね。少なくないっすって。何がと言われる。何が、あの、みたらし団子の可能性も残してない。ちょっと間を置いて。可能性は残してる。断定はしています。いや、そうら、そんなことやってんの？いや、これはほんとね、ちょっと今年ね。はい、まあ、後で召し上がってもらいたいなと思う。そう。何、とんぶりってさ、いや、わかるけどさ、何？そこなの。これ見て、これ見て、これ見て、そんな聞いちゃダメですよ。これ、なんで書いてるこれ、畑のキャビア、畑のキャビア、なんかね、いっぱいありますね、そんなの。これキャビアは魚卵だけど、これ植物の種子だからヘルシー。あ、そう。今これ畑のキャビアって書かないとわかんないけど、これやがて世界のトンブリっていうね、そういう。っていうことはキャビアに味が似てるってこと？似てない。どう似てないのかな。どうなんだろう。あのね、あの似てるところもあるけど、とにかく栄養価が全然違うので、そう。でも農家さんがもう少なくなっちゃってね。あ、そうだね。それは大変だね。そうそうそうなんだ。曲をね、あと聞いてもらおうかな。なんで曲のことばっかり言うんだよ。何、とんぶりの曲作ったの？そうですよ。とんぶりの歌っていう、やっぱり曲、あのやっぱりメロディーに乗せることによって、より広くとんぶりっていう言葉が届くからね。そうそうそう。それ深川に。お願いしたの人選ミスだと思うんだ。俺カモン達夫さんとかの方がいいと思うよ。そういう意味ではね、何もね、お願いはされてない。勝手に作っちゃった。で、作ったはいいものの、これ大丈夫かなと思って心配になって秋田行ったんですよ。そしたら意外と大丈夫でした。喜んでくれて、そういうことだったんです。なんか意外な仕事。もちろんこれ以外のお話もね、だって平成最後ですから。いや、そうなんだ。振り返るってことでいろいろありましたんでね。いや、もうか寂しいけど平成とともに去りゆく深川さんということで、うん、最後ね、やっぱり聞いておきたいなと、うんうん、まだね、マネージャーとね、その話してない。まだ平成で終わりっていうピリオドは、ね、うん、そう、うん、まだその話は確認は取ってないけど、一応もうでも明日もあるし、どうだろうね。特にイベントはないでしょ、平成。連休でも1日まで入ってるけどね。1日もあるし、そうか、じゃあやめないんだろうけど、まあちょっと MX もやってるし、めぐみさんの昼帯なんかもやってるから、まあこういう情報強いだろうから、いろいろと平成のお話も伺っていきたいなと思いますけど、ぜひぜひ。ちょっとメールもいっぱい来ておりましたね。ラジオネーム、みだぎり嬢。おい、ふか、お前、ブログでお前、サンドリの宣伝してたけどよ、コメント5件ってどういうことだ。お前が。あのね、言わせてもらっていい？まだ多い方だから。そうなんすか。もうね、いやいや、ありがたいよ。こんな四十過ぎたおっさんのブログにコメントなんて、もうそもそもゼロが当たり前だから。その中で5件なんて好成績ですよ。ねえ、羞恥心の時の上地君じゃないんだからさ。ね、四十代の、ねえ、普通の中年にコメントなんて普通ないんだから、マイナスでもいいんだから。そうか、やめようと思わないの、じゃあ。何が？やめようと思わないの、そういうの。何が？合理的だからさ。もうこんな5件だったらやめた方がいいなと思わない？だってコメントのためにやってるわけじゃないから、うん、やっぱりあの何も言わない人たちっていうのを信じてるからね。確かにね、それはいると思う、ね、そうそうそう、うん、どれぐらいいるの想定？え、想定ではどれぐらいの人に向けて？いや、かなりスタジアム埋まるって言いますよ。スタジアム、うん、いや、見てる人をね。ビプランシアターだろ。150人ぐらいだろ。いやいやいや、結構行きますよ。そう、うん、見てる人はね。見たことある？ないっすね。でもツイッターとかは多少見たでしょ。ない、まあ、ないです。でも今日ゲストだからさ、少しはさ、見ろよ。さっきからないんですね。嘘はつけないで。やっぱりウィキペディア一つあるだろう。ねえ、多少のさ、そのなんていうの、その最初のアイドリングトークの時のさ、あるじゃない、きっかけみたいな。ねえ、ちょっと深川さんに質問したりとか、こう話のきっかけが欲しいってことだよね。さっきはそうさ、ね、気づいたら俺がずっと質問してたからね。してたな。めちゃくちゃ喋ってきました。相方を褒めたりとかしてたからね。
相方はドラマやった方がいいとか、なんか言われてたらね。いやでも本当にまあまあ面倒くさそうな感じだなとちょっとだけ思いなさい思いました。少しですけど、あながちでもね間違ってないから、言うことは間違ってないから本当に、うん、ちょっとじゃあまあ深尾さんにいろいろとお話聞いてまいりますけれども、ちょっと一旦ブレイクさせてください。さあというわけで、ミュージシャン兼、お笑い芸人、ロケットマンこと深川亮さんにお越しいただいておりますけれども、はい、お願いします、メールもいっぱい来ております。ちょっと音楽の話も聞きたい、ぜひぜひ、ラジオネームペチャウサ、深川さん、はい、芸人という肩書きがありながら DJ もしていらっしゃる深川さんですが、うんうん、本職として DJ をしている人たちから嫌われたりしませんか、うん、僕なら嫌うどころか、うん、深川の首をチェーンソーで切り捨てていると思います、うん、ちょっと、うん、初めての方かなちょっと初心にしてはね割と強いです、うん、重めの方ですねそう、いやそう思うんだってよ、保険聞くかなこの方いやそこら辺はもうねやっぱ謙虚に言ってますから、ただ一つ言うとね、うん、もう肩書きは終わるぜ、うん、肩書きの時代は平成とともに終わるぜ、肩書きに縛られてるやつはそれこそ SM クラブ行けって話ですよ。肩書きにしら縛られてあえいでろって話です。あ、うん、とんぶり食べていいかな安定するから、とんぶり食べると安定するから、はい、お笑い芸人さん、お笑い芸人だっつっても芸人一本で食っていけない時代だからね。そう、守備範囲ね、うん、もうだからね、ショートだからといってセカンドフライを取りに行けとなるほど、ね、レフトフライも取りに行けと、ショートでも大そうだと思います。いくらでも意味のない例えやってくるから気をつける、ね、頑張って理解しようと思ってます。ディフェンスでもロングシュート打てって話ですよ。頑張って理解します。肩書きに肩書き、そうですね、そんな気がします、はい、何の内容もないね、それ結構嫌がられたりしないの、うん、ちょっとみたいな。いやだからね、本当にそこはね気をつけます。やっぱり本場の人がやっぱりもう叶わないんですよ、言ったら。そうそうそう、だからもうだからそこで偉そうにしちゃうと一番ダメだから、うんうん、割とここ最近はへりくだりのしましたね。なんかだってこの前もなんかちょっとたまたま散歩の番組来てくれてさ、歩いてたら大きなビルがあってさ、立派ななんか最近できた大きなビルでさ、あったね、あれ俺あそこ行ったことあるよって言うんだよ。お前みたいなやつあんなところに入れるわけねえだろうって言ったらさ、企業のイベントで DJ してた、そうね、事務所に内緒で、内緒で内緒で闇闇 DJ ってあそこも闇 DJ してたよ。そんなの時々ありますよ、闇夜っぽいイメージの仕事なのに時々闇ありますよ。闇闇マネージャーが照らしに来る時あるんですよ、光を闇にするか表にするかは、ね、光を当てるかは割と、まあそこはねいいバランスでやらせてもらってます。でもすごいねと思って、企業のなんかそういう DJ のイベントもあるんだなって。そうそうそう、嫌じゃん、レセプションパーティーとかさ、なんかのお祝いごとにさ、こんな薄汚いさネクラの男来てさ、レコード回してんだよこれ見えてる今日そんなにそんなに汚くないよね。まあまあ、ね、そうですね、ネクラはね認めるよ、ね、ネクラは認める、決してね明るい方じゃないから、ね、うん、でもね音楽がね魔法をかけてくれんな、ね、あのサイレントだとやっぱりネクラのまんまなんだけど音が私に魔法をね授けてくれる。ちょっとこれ単純な質問なんだけどさ、うんうん、売れたことある？何が？曲曲いや、その売れるの定義からまず入りたいけど、ね、いやめんどくさい、売れるのトンブリを、なんでトンブリを食べるんだよお前は。な、なんだってトンブリ、精神安全だよ。怖い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 、食べてる食べてる、トンブリ食べるんだよ、無言で質問してんだよこっちは、食べてるダメじゃないの？曲いけ、曲席はい、わかりました。それでは、うん、1曲聴いていただきたいと思います。とんぶり兄弟で、はい、とんぶりの歌です。はい、
Sunday night dreamer。やっぱちょっとおしゃれすぎないなんか。あ、そう、でもね、子供たちもね、お年寄りの方も結構口ずさみやすいような感じで。うん、乗れないよな、なんか。ちょっとそうっすね。まあ、おしゃれなのは。いや、こう横揺れのさ、感じでいける。そうなの？子供たちは肩組んで、うん、肩組んでって感じ。まあ、組んでもいいね。ああ、なんかやっぱり何の歌かはっきりしないな。とんぶりとんぶりとは言ってんだけど、なんか頭に入ってくる、うん。いや、とんぶりが入れば大丈夫。ぼやけ。お前の曲はいつもぼんやりしてる。いやいやいや、だいぶはっきりしてたよ。はっきりもうちょっとやっぱり。いや、これね、ほんととんぶりの歌ですけど、はい、なんならね、これサンドリの歌にしてもいいんですよ。サンドリー行きましょう。いいですよ。公式オフィシャルソングにしてもいいですよ。ついに番組のね、タッグ組んで。ね、今日はどっち流れるのかなみたいな。ちょっと質問来てますか。サンドリー。え？質問来て。意外と嬉しかったじゃないですか。もう食べる。もう食べる。いや、食べないよ。ちょっと、俺まだ謎なんだよ。トンブリのことよく分かってないんだよ。まだだ、未体験なのね。いや、ちょっと質問来て。どうぞ。ラジオの別れ際ちょっと向きになる。はい、FM 岩手。はい。深川さん、はい、トンブリと千釣りの違いを教えてください。液体が千釣りです。固体が固体がトンブリです。同じものみたいな言い方違いそうです、ね。味は同じです。違います。めったなこと。しょっぱいの？これはね、全然これ自体味しないんですよ。だから生ハムでくるんでみて。うん、最高だから、キャビアよりも合うから。味ないんだろ？味ないけど、ほのかに、なんかその、土の味がするというか、大地の味。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 土って言いましょうよ、ね。いや、食べたら分かるから。じゃあ、あれいいかもな。土壁、こいつの実家土壁でさ。土壁の味じゃないから。その、大地の。僕ん家にはいいよ。ちょうど、塗ったらちょうどいいとこに。ちょっと手のひら乗せてもらって、ちょっと食べてみよう。いや、これ、いや、でもみんな食べてるもん、食べてるんだよ。本当すか。高級なの？これね。結構多い。いや、フリスク感覚で言って。ね、どう？ほら、プチプチ。あ、プチプチ。まあ、プチプチは今。いいでしょ。どう？安定するでしょ？土みたい、確かに土っぽいっていうか。自然のね。はい、土の感じですね。土の味？はい、土の味します。美味しい？ちょっと僕よくわかんないですよ、これ。まあ、ちょっと大人の味っちゃう。醤油かけて、豆腐の上乗せたりとか。もうなんせね、生、セックちょっと生ハム買ってきてくれる？これだけなんだよ、ちょっとわかんないっすね。生ハムの塩気と合うのか。そうそうそう。そういうことか。でもいろいろ食べてるとこのままでもいけるような。ただやっぱ、トンブリはさ、やっぱりもう残り10軒ぐらいの農家の方が一生懸命やってることだからさ、これはあんまり茶化せないからさ、もう終わろ？トンブリの話。終わる？うん、平成の話よ。もういいかげん。いや、まあ、そうだけど。もうトンブリ用の宣伝は終わりだ。ここまでだ。え、あ、そう。ほのぼのしたラジオはここまで。はい。食べるのはいいよね。食べるの。食べてくれ。精神安定剤なんだから。そういいね。いいよいいよ。さあ、ということでね、フェスはやってないのね、もうね。フェスやってないんだよ。もうやってないね。ラジオネーム田中誠志郎。深川さん、前から気になってましたが、中田康隆さんとの違いを教えてください。やってることは大体同じなのに、なぜ深川さんはパフュームとかキャリーパンパムをプロデュースできないんでしょうか。あのね、分けてるんですよ。ええ、そのとあのなんていうの、はい、その中田さんとね、もう大体 DJ ブースでの動きはもう全然もう重なるんですよ。やってることやってること大体あんなも一緒だもんね、ええ、でやっぱりね、もう曲に関してもレコード回しでいいんだろうな。まあまあ回しでいいって言ってもね、まあいろいろあるんだけど、でも曲もね、割とまあ近いところにね、あって、で中田さんには、じゃあこういうアーティスト、中田さん、じゃあお願いしますね、じゃあ私は私の方で、あのトンブリとかやりますんでっていうそこで分かれるんですか。譲り合いがあったから。どうする、トンブリどっち行くっていう。中田さんトンブリやんないもんね、やっぱりな。どっち行くっていう話し合いはあったの。あるの。トンブリはどっちがやるっていう。じゃあパフュームさん僕お渡ししたんで、じゃあトンブリの方はやりますっていう、そういう、そうそう、分配。サンクチュアリっていう有名な漫画であったわ。俺は極道の世界、お前は政治家の道に行けっていう。そうそうそう。もともとね、表と裏で日本を支配しましょうっていうのがあったわ。それと一緒だ。極道じゃないけどね。どっちがトンブリなの？パフュームに分かれるんだな。そうそうそう、だから、こっちは裏じゃないけどね。いや、裏だろ、お前。そうそう、だからね、譲り合いみたいなのあるんですよ。へぇ、そうなの？うん。でも、いい質問来るね、相変わらずね。いい質問来るよ。ブレイクする？ブレイクして平成を振り返っていきます。
form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.com/dreamer. Sunday Night Dreamer。さあ、リュウシュウキサンデーナイトドリーマー生放送でお送りしておりますね。深谷さんゲストにお迎えしております、はい。そろそろね。ちょっと一枚。ラジオネーム三平。深川の近況調べるのだりーなーと思いながら深川亮でググってみたところ、グレイプとかいうニュースサイトのクソライターが、深川亮が今面白いという引きの弱い見出しで記事を書き、深川がツイートした一言ネタに余計な解説を入れたり、数少ないテレビ出演時の様子を紹介するなどして、深川さんの今後の活躍に注目ですという心のこもっていない文句で締めてやがりました。うん、調べて損したわ。なんだこのクソみたいな記事は。深川亮さんはな、今も昔も全然面白かねえわ。今後の活躍に注目してるバカはこの世でお前だけだぞ、この野郎。深川の面見てみろ、お前。老けて、ハゲて、しょぼくれて、汚ね、豚小屋で、影干しした山下達郎のパチも見てね、面してるだろ、お前。なんだこの藁納豆は。鼻もげるほどくせえから、スタジオから出て。いっぱい丼食べてる。そんな、ちょっと、あれ、そんな食べるもんじゃないですか。わかんなくなっちゃいます、もう丼が。かっこんでんじゃないですか。悪口言われてる間、丼食べるんだよ。現実逃避。食べすぎだろ、お前。食べんな、お前。どんぶりは食べ過ぎがないから。そんなことはないだろ。食べ過ぎることはない。栄養価が高いだろう、うん、だって。ね、いや、ありがたいよ。そう、まとめてくれてんだ。そうだって、ライターの人が書いてくれてんだって。ラジオネーム、チェンギング5。有吉さん、手垢のついた言い回しが多いピアニカ吹き子と深有吉さんが、NHK のラジオのインタビューで、自分にとってラジオとは、うん、と質問され、こんなことを言っていました。すごいなんか漠然とした言い方になっちゃうんですけど、救ってくれるものだと思うんですよ、うん、ちょっと大げさかもしれないですけど、そのなんかこう闇に刺すこう一筋の光というか、なんか太陽のような光じゃなくて、なんか闇にいる人たちを 軽く誘ってくれるというか、なんかそんなような、うん、なんかこう深海に刺す光みたいな、うん、そんなようなイメージなんですけどね。長いなぁ。説明下手だなぁ。なんかうるせぇなぁ。結局言いたいこと、なんかわかんないなぁ。ついでに人望ないなぁ。ミュージシャンずらしてポエマー的なこと言いたいのはわかるけど、お前んちの表札かまぼこの方いたみたいだなぁと、ティンだけしか生み出してない薄っぺらセンスの人間なんて、所詮この程度のコメント力だろうなぁ。え、どこまでが、どこまでが誰の声、どこまでが誰の声の、長かった、確かに長かったね。でね、最終的にね、東大っていうなんか言葉を見つけたよ、確か。うん、散々散らかして、うん、あ、東大にします。東大ラジオって東大、うんうん、東大見てるし、そう、うん、2秒で済むのだいぶかけたね、うん、インタビューでね、もう本当に靴っぽいからね、って選びたいのよ、説明長いから本当にその言葉がねベストかっての、ね、常にやっぱ向き合ってるから、妥協したくないっていうのあるからね。うん、結局東大採用されなかったもん。まあでもこういうふうな長いね、うん、説明するような人だから、ちょっと平成振り返っていただくといろいろ話は聞けるかなというふうに思っております。さあ平成31年間ですかね、ちょっと振り返っていきたいと思いますけれども、まあちょっとね災害なんかも、大きな災害なんかも多くて、ちょっと辛い時代だったかもしれません。いいことだけではなかったですけどね、はい、いいことはまあ少しまあ目に見える形での戦争がなかったりとか、そういうことでしょうか。さあどうでしょう、31年間振り返っていただいて、このエンターテインメントですか。まあ日本全体としてはどうですか。日本全体として非常にバランスのいい年もありましたし、ありましたバランスの悪い年もありました。バランス、経済平成の最初の頃はバブル経済だと言われておりました。そうですね、はい、しかし今現在ちょっと元気がないかもしれません。そうですね、まあね、それで、まあ、新紙幣なんかもできますから、はい、今後にね、こう飛躍すればいいかなと思ってますけども、
いやいや、これ何、あの、割とここを掘り下げるの、ここを掘り下げるのね。いや、どうぞ。いいですよ、はい。お望みのものをお答えしますよ。うんうん、深谷さんにとってのこの31年間、平成っていうのはどうでしたか。やっぱりその平成の間にね、この芸能界の門を叩いて。はい、だって平成元年って中2とか中3ですよね。そうですね、そんなもんですね。だから、そうですよ。平成でね、我々、芸能界の門を叩いて。うん、叩きましたね。ねえ。まあ、平成の終わりまで、ちゃんと続きましたから、うん、本当ですね。ねえ。この大海原、泳ぐの大変ですけども。もう溺れてますよ。もし溺れてるとしたら、浮き輪をください。冷静な。意外と違ってない場合あるから。もし溺れてるかとしたら浮き輪を下す。そうですね、ええ、河村光、河村香里知らねえ、大丈夫、天下の天下の深川さん、平成の自分、ええ、点数つけたら何点ですか。あのね、点数ってのは本当良くないよ、うん、つけりゃいいってもんじゃないから。そうだな、うん、うん、でもまあちょっとあえて、うん、うん、ただね、やっぱ100点とは言えないですよ。そりゃそうだ、当たり前だろお前。20点取れたかどうかだよ、ね、まだ途中だから、ね、100点とは言わないけど、決して35点ではないなっていう。そうだな、そんなに高くないな。あれ100点満点だよ、100点満点で、100とは言わないけど、うん、言わない、それはそうだ、まあ、35ではない、35は言ってない、ね、100とは言わないけど35から、はい、20点だお前、20点、浮き輪をください。浮き輪を。今私の願いが叶うならば、浮き輪をください、私に。だって、何年ぐらいやったかね。じゃあ、もうだって25、26年。25年じゃない、ね、25年じゃない、そんなもんだね。うん。うん、そうそうそう。うん、まあ、深く20歳からだからな。うん。大学生。うん。で、ほぼ一緒だもんね。そうだね。うん。まあ、俺の方がちょっと先輩かもしれないけど、ね。あ、そうなんですか。うん、成績桜川岡でやったね。やったな。ねえ。成績桜川岡で。優勝したんだっけ、優勝したよ、成績桜川岡で。あの時俺2位か3位で。アンジャッシュとかいたよ。お笑いライブですか、いたっけ、お笑いライブ。関口さんのね。関口さんのな、アウンのライブやった。成績桜川岡、ありましたね。なかなかの距離なんだよね。もうだってそれが俺20歳の時だからね。深君もそうだね、だから。あれだ、旅立つ前でしょ。旅立つ前だから、20歳から21歳ぐらいまでの頃だけど。もうその頃はもう人気なかったもんな、お前ら。え、その頃は人気なかったっていうのは、それどういう、どういう日本語、人気なくなってきたよ、19ぐらい。いや、だってそこでなかったらもうさ、いけないじゃない、中に。バンダルしてたのが20歳？バンダル21ぐらいかな。あ、そうか。ああ、なるほど。そう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 。早いのは早いんだよ。すごいっすね。うん。そうそう。まあまあ、深夜番組でね、ちょこっとこう、まあネタがね。うん。そう何年ぐらいってお前らで、はい、僕らで19ですね、今19、もう20年か、15年とか15年、はい、うん、深川さんみたいになりたい、いやでもちょっとなんか勉強になるところあるでしょ、ほらなりたいって言うとさすがにさ、うん、事務所の手前さ、ちょっと圧力が出ちゃうから言いにくいところあるだろうけど、はい、なんかやっぱり勉強になるなって思うのあったでしょ、もう今日だけでも、はい、そうですね、でもなんか、うん、とんぶりやめろって。ダメだよ、とんぶり食べちゃダメだぞ、とんぶり。醤油ちょうだい、醤油。気はくれとか、醤油くれとか。変化球欲しくない。これはじゃあどう、あんまり芸能界のこと、芸能のこと言っても、深川くんはほら、ちょっとあんまり乗れないから。いやいや、そんなことない。大丈夫、ショッピー。深川さん、最近女性にオナニーを見せるお店には行ってないんですか。最近ご無沙汰だね。それこそね、もう。東野さんと言ってたら、出川さんね。出川さんか。そう、出川さんもほら、ああいうね、うん、もう CM をいっぱいで、なかなか行動もね。うん、そうだね。うん、制限されるだろうから、うん、そう、なかなか行けないね。やってないの、街中でそういうことは。街中ではね、最近は、そうね、ちょっと、うん、まあ、暗くなってから、うん、ええ、時々、やってますよ。ええ、すいません、乗りつく、八王子。絶対になったな、ほんとに。あのね、あの、すぐ避け出して、あのね、口の中でとんぶりが大変な、やりすぎてるんだよ、大変なことになって。突っ込まないから、もう。ラジオネームしおり、深川さんみたいに醜い人生を送らないためにはどうすればいいでしょうか。うん、醜い人生というと、高学歴でな、醜いってどういうことでしょう。立派なご実家に生まれて、うんうんうん、今こういう感じだもんな。うん、いやいや、非常に順風満帆、
まあ、まあ、確かにね、100% ではないですけど、うん、非常にいい景色の。相変わらず家で一人で音楽作ってんの？まあまあ曲作るのはね、どうしてやっぱ一人の方が。うん。うん。外出ることあんの？なんか友達とご飯食べに行ったりとか。お、全然ありますよ。本当？ええ。友達いる？いやいや、そんな、もう、もう確認がおかしいでしょ、だって。もういけるよね、と、ね。もう僕らですか？早すぎる。もういけるよね。ほぼほぼ今日。もういけるでしょ。初めましてぐらいの挨拶して。この後いけるでしょ。いや、ちょっと強いです。自信ないなぁ。自信ないっすわ。とか。全然怖がる必要ないって。本当ですか？大丈夫。大丈夫。全然いける。無視捕まっちゃったうち案内するよ。うち。家ですか？うんうん。一機材とか見せたら。家ちょっと怖いっすわ。家は嫌ですよ。外が。セクハラですって、セクハラという言葉が生まれたのも平成でございます。はい、いかがですか最近のハラスメントね。うん、何でもかんでもハラスメントだなって思います。ねえ、はい。そこ難しいとこだよね。難しいですか、うん、難しいよ。いや、ほんとね、何があった最近のハラスメント。いや、それはパワハラですかね。パワハラとか、いろんなハラスメントがあるしさ。いろんなハラスメントがあってさ。いろんなハラスメントありますね。もう全部ハラスメントくっつけたら、もう成立しちゃうもんね。もう何でもそうですよ。とんぶりハラスメントが。とんぶりハラスメントね。とんぶり食べろ食べろ、とんぶりの宣伝しろって言われて、そこらとんぶりハラスメント。別の例えお願いしていいかな。目に入っちゃったかもしれないけど、でも何でもかんでもね。何もできなくなってしまう。なんか怒られたりしないのな。ブログなんかやっててもすぐ批判来ない？来ないけどやっぱ注意するよね。そうでしょ。だって深でさ、深君でさえそうなの。あとだからメイク室とか昔はこう気兼ねなく下ネタとか話せたのが今ブレーキかかるようになってる。まあ確かにそうだね。今は別に笑ってても後々あの時実は苦痛でしたみたいな。そうなっちゃうともうこれまでの作品全部もうお蔵入りになっちゃうからね。偉そうに言うなお前。電気グループみたいに。いやいやいや。何のダメージもねえよ。いやいやいや。何のダメージがあるんだよ。作品に罪あるかどうかでこのトンブリもさ、かけられなくなっちゃう。トンブリもさ、セクハラ問題が後にさ、なんか再燃化してこれかけられないですよ。お蔵入りみたいな。それどうしてんの？それ作品作品って言うけどさ、ええ、自主レーベルでしょ？自主レーベル。どあのラジカセで撮ってんの？ラジカセにで録音してんのか？どうしてんの？あのオレンジのボタン同時に押して。いや逆にやりたいよね。むしろ。むしろやりたいよ。機材持ってんの？あのだからそれはちゃんとスタジオ行くから。あのスケッチまではね家で。だからもう今度おいでよ。スケッチってなんすか？今度おいでよ。初めて聞きました。スケッチ。いや大体わかるよ前後でさ。うん。このある程度のスケッチまでは家でやるけど、ポンちゃんはちゃんとしたスタジオ。ちょっと一旦ブレイクして。この後深川さんに平成を振り返って。本当振り返らし。本当振り返らし。Stay Night Dreamer Live on air。ということで、もう1時間終わる。なんなんだよ、もう終わるぞ、1時間。いや、だから振り返りましょうってさ。いや、聞いても何にも答えないじゃん、なんか。平成ちなみにしたくないです。ただ、経済とか聞くと思わなかったから。聞くだろ、芸能聞きたいっすよ。お前、めぐみさんの時、もうちょっと真面目にやってるだろう。いやいや、それはやりますけど、だってほら、芸能界のさ、なんかそういうことかなと思ったんで。ちょっと難しいな。ちょっとこれだけ聞いとこうかじゃ、うん、ラジオネーム犬まんじゅう、はい、深川さん、はい、平成の中山秀ちゃん、うん、何点でしたか？いやだからさ、変数とかじゃないよ。ね、そうすごい。いやいや、100点ですよ。はい、100点です。100点なわけねえだろ。おい、炎上してくれ。聞いとくと YouTube 上げてくれ。誰か。おい、ゲスラーのみんな。100点の人なんていないから、まあ、そんならおため心だよ。お給添えた方がいいぞ。そんなわけないだろ、だって。いや100点でしょ、だって抜かりたいもん。いやそれでもやっぱり判定してくれよ、うん、だって5時に夢中のさ、僕があの喉をやっちゃった時にピンチヒッター来たのよ。ああ、スタジオの笑い5倍以上だったよ。いやそりゃそうだろ、お前見てて過呼吸になったもん。それはお前20点のやつが出てきたら、50点のやつ出てきたら倍になるだろ。おい、誰が切り出してくれ。炎上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 
それこそこの令和の出すタイミングだとか、もう TBS のもう大黒柱になってる。いや、それはそうだよね。昼を支えてるからね。うん、そうですよ。うん。これじゃあ、豆腐小僧、FM 岩手。ヒデさんとめぐみさん、どちらが好きですか？これは言えるぞ。これは言えるだろ、いや、むしろ言えないよ。なんでだよ。むしろこっちの方が。ダメ？いや、好きとかどっちにも良さあるんで。うん、いや、そりゃそうだけど、心情的にどっちかが好き、どっち似てるなとかさ、自分に似てないから好きだとかあるじゃない。あのね、めぐみさんの方が、似てると思ってたけど、うん、数段上だった考えてること。ヒデさんより話し合って変わってもらっていいかな。よくそこねじ曲げられるな。持つとこ短いのに短いとこグンと曲げるからね。とんぶり兄弟発売中でございます。ちょっと深谷さん、この後もお付き合い願います。よろしく、はい。さあ、2019年4月28日日曜日、時刻は夜9時を回りまして、この時間からロッキーの皆さん、改めましてこんばんは、有吉弘行です。今月のアシスタントはタイムマシン3号関太と、アルコ&ピース酒井健太です。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送、サンデーナイトドリーマースペシャルゲストをお迎えしております。ロケットマンこと深有さんでございます。はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、いや、ちょっとこれさっき9時台で宣伝、8時台で宣伝しなきゃいけなかったのに宣伝できなかったよ。しょうもないことばっかり言ってるから。何の宣伝？なんかこれいっぱいあるよ。なんかとんぶりの歌もあるけど、ええ、なんか恋のサービスエリア、フューチャリング古川徹さん。これはまあまあ大丈夫です。これは大丈夫なの？大丈夫大丈夫。しなくていいの？大丈夫大丈夫。だってなんか友達連れてきて、友達マネージャーだよ。現場マネージャーとチーフマネージャーだよ。仕事できてるよ。友達じゃないよ。どういう表情してるか怖くて振り向けないよ。ね、有吉のいじりをマネージャーがどういう表情で聞いてるのか。これは大事だろ。5月1日の劇場版ロケットマンショー。そう、これね、すごい。でやってたラジオ番組。はい、ね、はい、それ今番組終わったんだけど、終わったそのートークイベント終わったの。やっぱり終わったんだけども、そのトークイベントとしてはね、ついに終わったか、ついにとかさ、オードリーの裏とかやめてよ。ね、そう、人気ね、頑張ったんだから一応ね。そうだね、そうそうそう、うん、まあそれのイベントが5月1日ありまして、うん、はい、当日券若干前、若干、発行予定なので18、じゃあ若干じゃないだろう、35万。一応ね、おかげさまでなんですよ。一応おかげさまで、はい、18時会場で、前よりは3500円、当日券4000円というですね、ちょっと驚愕の値段。前回ちょっと、ね、前回設定しちゃったから、一応前回はキープっていう。本来その内容的、なこと考えると1500円ぐらい。知らないよね、内容ね。前回の、ね、ゴールデンウィークだしね、うん、旅行会社も高いもんな、ゴールデンウィーク。そういうのですか。海外旅行の強気な値段設定でもないと思うよ。ハワイ30万とかさ。それとはもうだいぶ良心的だと思うよ。性別、うん、そうなんです。まあありがたいですけどね、そういうの来てくださるというのはね、はいはい、まだじゃあ若干残っております、若干買える当日券、ね、あの当日券が、はいはい、ということでございます。はい、はい、あとはですね、特に、まあ、平成を振り返っていきたいんだけど、あんまり平成のこと喋ってもらえないからさ、ちょっとお笑いのことの方がいいの？じゃあ。いや、っていうか、さ、もうちょいなんていうのかな、そのなんかこう、カテゴリーをさ、狭めてくれると、平成どうだったと言われてもね。あ、そういうもんか。うん。で、ちょっとジャブ程度のやつから。ラジオのショッピー。僕は深谷さんみたいに、シュールな発想が欲しいんです。うんうんうん、どうすればシュールになれますか？おう、あ、まずは、ね、申請するんですよ。申請するんです？申請、区役所に申請、します、シュールで行くかっていうところを申請するところありますので。シュールっていうのはさ、トドのつまり、つまんねえってことなんだよね。あれって。なあってさ、いいんだよね、それで。なあってねじ伏せんのやめてくれる。なあじゃない。ね、基本でもない、もうねじ伏せだもん。ねじ伏せ嫌でしたね。なんでもないから、なあって。なあって。なあは持ち上げられないんだわ。
生はね、引っかからないから。もうでもシュールっていう、感じでもないね。おじさんになってきたからね、まあ、だからね、なぜシュールと言われたかというと、うんうん、あるあるという概念すらなかったから。その時代？そう。あるあるもリズム芸もその言葉が存在してないから。すごいな。これ何？これなんかすげえ面白いけど、うん、これ何なの？すげえ笑っちゃうけど、これ何なの？じゃあシュールと言おう。本当はシュール。あるあるってなかった？なかった、なかった。あ、そう？うん、そうですよ。あるある、なんか、番組、うん、あるある大辞典。大辞典。でもあのあるあるはまだ違うからね。ね。あるある探検隊ぐらいから、はい、そうだね、うん、浸透しだして。それのもうじゃあ発明っていうか、あれだったろ、お笑い界で言うと。まあまあお笑い界で言うとそうですけど、まあ枕草子にね、あるあるの礎となるようなくだりはありますけどね。まあリズムのやつは確かにあれはあんまりいなかったよね。そうですね。そこら辺とオリエンタルラジオとかも繋がっていくわけ、ね、まあ、だいぶありますけど、やっぱりまあ最初のね、原点なってるかもしれないね。すごいことなんで、ね、いやよくサマーズさんが言うけど、なんかほらお笑いの歴史の中のね、本一行でもいいから名前残したいって言うじゃない、はいはいはい、お笑いの100年間の本があったらね、一、はい、うん、行でもいいからサマーズって名前残したいって言うけど、うん、じゃあ深川君は残るな、じゃああるあるの、じゃあ発明者っていう、そう、ちょっとつぶやきさんと相談にはなるかもね。 あれどっちだ、そうだ、んだから ねじ伏せるよあの頃でそうか、確かにそうですね、つぶやきさん今でも面白いからな、でもあるある面白いですね、深川君もでもあるある面白いから、でもそういう意味でつぶやきさん今もねツイッターとかでやってるし、はい、でもちょっと表現の仕方が違うから、うん、ちょっとラジオネームアクセルライダー、深川さん、我慢汁あるあるお願いします。聞いとけよお前ら、はい、ちょっと勉強します、あるあるだよ、すいません、マジで勉強します、これは、お前の我慢汁ほんの少し濁り出してるよな透明度が透明度がちょっと後付けやめろ、後付けやめろ、後付けダメって、深さ見たくない、透明度がちょっとさ、今深さ見たくない、そうっすね、あるある、何度も袋叩きパターンで喧嘩させてくれないとさ、あるのあるのよ、こういうのも、あるの、このパターンも、あれあるのよ、とどめを刺すみたいな、もうバシッていくからキレがやっぱり、つぶやきさんこそぬるっといくんです、いろいろあるよ。あ、これね、うん、ラジオのラッパーザキバチョフ、前回出た時、フリースタイルラップ披露してくれてましたが、今でもフリースタイルのラップってできるんですか？まあまあラップのね、あんま、境界線もないと思ってるけど、うんうん、できないでしょ、でもなんか平成ラップみたいなのできないし、まああんまりそういうのやってないね、やってないの、うん、お題いただいてラップみたいなのやってないの、酒井はできるんだ、酒井は結構ラップの会場行ったりとかみたいだね、うん、やってます僕、やってちょっといいじゃん、いいじゃん、やってたらいいじゃん、平成ラップ、ヒヒヒヒヒ平成ヒ俺の平成このまま終わるはずわけねえだろ、令和令和に向けてが突っ走ってくだけだヒこれだよ、うん、これだよ、え、でも導入のヒー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 っていうのはもういつものいつものつかみなんです、そうですね、つかみです、ヒーって言ってるの、ヒーヒーヒーって言ってます、はい、いやでもやっぱなんかグルーヴがあったよね、あ、すごい、うん、スネイナイトドリーマーライブオンエア、Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer.さあということで深川亮さんをお迎えして、はい、ラジオね平成31年間を振り返るという企画をやっております。ラジオネームあふれんばかりのスルメイカ FM 北海道、深川さん、はい、かの宇多田ヒカルさんは、個性と大衆性、音楽家にどちらが必要かという質問に対し、うん、プロならどちらもできないとダメ、と答えられていました、うん、深川さんはなぜどちらもできていないんですか、どちらの方だっけ、北海道の遠いからかな遠いからちょっと見え方がね、距離いいですか、あ、距離大事だよ、距離大事ですか、やっぱり都内の人こんなこと絶対言わない都内の人言わないかな、うん、そうですね、頑張んないとね、そういうのね、はい、トランプ大統領来日中でございます、うん、いかがでし
トランプ。それ今ね、来日中。来日中。東京中検問とかいろいろありますけど。ええ。いかがですか、ええ、トランプ大統領。いや、やっぱここ正念場でしょ。やっぱり。正念場。うん、正念場。ね。ほら、だからロシアとさ、ほら、キム・ジョンウン氏がプーチンさんと、あそこでこうタッグ組んだから、うん、ちょっとここは、より、うん、強固な姿勢を見せないと、うん、ね、日米の来てないの、なんてさ来てないの、ね、これ話していいここここに来てない来てるの一回まで一回ラジオネームラッパーザキバチョフ2020年東京オリンピック日本を代表する人物として聖火ランナーの依頼来てないですか、うん、あそれはね、はい、ちょっと今ねここでは公表できないですよねあらあら、ちょっとねさせていただきたいそこは来てねえよガソリンかけて燃やしてやろうかお前本当に、おっとこれは切り取り候補だぞ後で切り取り会議やりましょう切り取り会議みんなでどこ切り取ってあげるかだよ2箇所あげていいと思うよそれぞれどっちがより燃えるかというね5時に夢中はもうじゃあ8年目ということで、じゃあとりあえずじゃあ10年ですか次の目標は。それが分かんないですよ本当に局長のね虫の居所なので鶴の一声なんですよ本当に。それこそでも次の人誰だっつったらなかなかいないよね。そうですね。でもやっぱりいるもんですよ私がなったように。まあそうか、誰も予想しないところにやっぱりいるんですよきっと。そういうもんか。そうですよ。ああ、ね、前田前田とか。これ何年前田前田はまだ選択肢じゃないかもしれないけどこれも10年そうもう10年目ですね。すごいよね、本当になかなか、うん、なんか質問ないの関なんて深川君にこんな時じゃねえと確かにもう合わないだろう。いやなかなか僕は本当正直そのロケット失礼になっちゃうんですけどロケットマンで活動してる深川を見たことがないので。あそうだろうな、どこで見れるのかなっていう。そうね、もうほらそうそう数も減らしてるから少し。そんなにもやられてないですか、うん、あそうなんだ、うん、そうそうそう、もう散々やってきたからね。へ、うん、もうだってさ、うん、いや我々ももう50歳がもう目前に見えてきた、ね、もう目の前見えてきましたけど、うん、どうします？50歳の時、うん、何やられてます？うん、だからやっぱりある種のその頂上が50ぐらいかなと思ってるよ自分の人生の、うんうん、そうそう、でそっからまあゆっくり、うんうん、ゆっくりとこう頂上なわけねえだろ、まあ、20歳の時は頂上だよ、うん、今もうゆっくりだいい景色だったないい眺めだったなあの頃、やっぱあの時だったか違う通りであのいい景色だったんだよ本当に学園祭とか行ったよ今。いや相当行ったでしょあの時は。学園祭の楽屋が一番豪華SP も尽くし、ね、トイレ行くのに3人ついてくれた。それぐらい人気はあったんですよ。いい景色あ、ちゃんと忘れてない人がいます。ちゃんと2016年来た時のことを覚えてらっしゃる人がいます。ラジオにつべつべ、私は前回、オリンピックが開催されていた時期に、深川さんが出演され、オリンピックの曲作らないんですかと聞きました。深川さんは、僕のハードディスクには8曲あるとおっしゃっていました。また、今は水面下で活動中とおっしゃってました。あれから一度の息継ぎをすることもなく水面下におられるようですが、今度の東京オリンピックで何か曲は作られますか？いやもうあのそこら辺はねもうあの水面下でやってますよ、ええ、まさに今は水面なさらない、ええ、あのシノーケルつけてますんであじゃあ大丈夫ですね。シノーケルつけてますんで普段ないの、それ、ええ、それは作らないの？オリンピックに向けてとか。いやあでも令和の曲とかはもうあやってんの、まだ出してないですけどね。あ出さないね。あのまだあの自分しか聞けないプライベートの YouTube とかはやってないのYouTube に上げてる曲もありますけど、でも基本的にはやっぱ自分で、うん、この CD 売れない時代にそう CD を1作るのって大変でしょ。でもまあまあそれなりのお金はねかかりますけど、うん、でも別に儲けるためにやってないのでこれは。まあそうかね、この秋田の農家さんの笑顔になればというそのね本気度を示すものの一つ形にしたんだ、ね、そうそうそう、これをね、うん、秋田の人たちが。それこそ秋田な。秋田からメール来ない。なんかとんぶりだ、ね、あんだけね。ネットしてね。
え、いや、だから逆に良かったってパターンもあるよね。そうですね。ちょっとヒヤヒヤする局面あったから。あ、ネットしてないの。してない。よかったよかった。あ、そう。まあまあでもね、はい、うん、県外の人にこう、うん、知ってほしいのがあるから。大丈夫、よし。F 栃木。深川さん、はい。平成最後の日は何をしますか？まあ実際カウントダウンパーティーなんかもやっちゃうんだよね。マジ？in 京都。in 京都。京都で、京都で。ちょっとやっちゃおうかなと思って。せっかくだからね。なんだそれは、どういう人が呼ぶの？なんか学生運動してた人たちとか、何してんの？いや、普通のその京都のあの、クラブとかね。そういうところで、ちょっとカウントダウンみたいな。なんで、ね、そんな、なんで深川くんなんだろうな。だっていっぱい DJ もヒップホップの人もいっぱいいるのに、深川くん選ぶって。やっぱり僕でしか出せない音色があるんだよね。その、言語をまたぐ時の。やっぱそういうのがあるわけでしょ。本当に何それ、嘘なの？ジョークどっち？ちょっとわかんない。それ、いやいや、ちょっと、逃げて。ダメや、どんぐり食べんの。いや、嘘つくわけないですよ。一つも嘘ついてないよ。あ、本当ってことですか、じゃあ。そうそうそう。で。うん。せっかくだから、だって、あの、ね、年末年始は毎年来るけど、元号なんてもう、ね、生きてるうちにまたげるかわかんないじゃん。そりゃそうだ。ね。うん、うん。そう、せっかくだから。平成最後の。平成も終わるぞっつって。お前、平成ありがとうみたいなね。キャーみたいなやんの？うん、とそれでなんかバズーカみたいな。ええー、盛り上がるかな。いや、また独特ですもんね。お母さんだけのイベントなんですか、それは。いや、だから私はその何カウントダウンのまたぎのタイミングで。ダメ？またいじゃダメ？いや、盛り上がらなさそうじゃん。なんか、うん。いや、どこに不安要素あんのよ。いや、まあ知名度とか。DJ 界でなんかなすごい人いそう、まあ、いやいやもちろんすごい人たくさんいますけど、うん、いやいやでもねむしろちょうどいいぐらいだと思いますよ。本当？これちょっと心配だな。こういうの好きなんじゃない？え、これ好きだろ。何？全然食いついてくれないからさ。何？これならいいだろ、うん、ラジオショッピー。平成で一番いい映画は何でしたか？おお前映画好きだもんな。映画でしょ、うん、うん、なんとかシネマだ、ニューシネマパラダイスだろうですよ、うん、内村さん。もうあれ昭和になっちゃうんじゃないかな。あ、昭和になるのか。うん、はあ、見てる映画、見れてる？あのああいうの入れてる？アマゾンとかあのアマゾンとか有料のやつ入れてる？うん、一応入ってますよ。一応入ってますよ。まだ伝え借りに行ってんじゃないか。うん。どうですか映画？まあ一番っていうのは難しいかもしれないけど。エターナルサンシャインだね。エターナルサンシャイン。うん。これ主演、どれぐらいの？ジム・キャリーのね。ジム・キャリー。うん。これが平成だね。いつぐらいのやつですか？まあ平成だよ。うん。まあ、サンドロス。うん。うん。どういうお話？記憶を、うん、消せるとしたらあなたはどうしますかと。うん。まあそういうような。ただこれがミシェル・ゴンドリーというね、もう素晴らしい監督。ゴンドリー、ゴンドリー、雨ゴンドリー。ゴンドですね、ゴンドリー。はい、横浜のゴンドリー。この話しない方がいい。いや、気になる、気になってる。うん。いや、もうほら、あんま多くを説明しちゃうとさ、まあまあ、そりゃそうだ、見たいっていう人でね。うん。で、ちょうど今日私がね、あの、コラムでね、うん、あの、ダーッとゴールデンウィークの。コラムじゃないだよ、日記だろ。いやコラムって言わしてよ。コラムとかエッセイって言わしてよ。ねえ。コラムでさ、はい、あの、出したんですよ。テリングっていうね、サイトで。ゴールデンウィークどこにも行かない人でも、行った気分になれるっていう十何個か。そう、バーッと出したから今ちょうどね、思い出せたんだけど。サンシャイン、エターナルサンシャイン。そうそう、エターナルサンシャイン。うん、見てみようか。聞いたことないじゃん。うん。え、お望みのものではなかった？うん、お望みのものではなかったけど。え、なんかちょ、カンペ出ないよね。カンペ出ないんだよね。ラジオネームアクセルライナー、うん、はい、ロケットマンさん、あいみょんのマリーゴールド歌ってください、あれでしょ。歌います。最近のアンテナ、いや、それはもうだって情報収集は、ね、音楽だしね、ヒットしますから。ゴールドマリーゴールドマリーゴールド。全然知らないじゃん。え、こうじゃなかった？結構近いの、なんかね、メロディー近いの言ったって。こっち、まあ、ラジオネームアクセルライダー。深川さん、
米津玄師のレモン、うん、歌ってください。いやもうレモンなんてもうカラオケでみんな歌う、もう今から死んでる元気ですから、うん、どうぞレモン食べましょうレモン食べましょうこの曲調やっぱ多いっすか一緒じゃないっすか聞こえるこれ一般の人一緒に同じように聞こえるの、ね、一回ぐらい山川を笑わせてSlay Night Dreamer Live on air Sunday Night Dreamer。いやしかし全然アンテナを張ってないね。いやいやどこじゃないなって全方位張ってるじゃないで山内アンテナだけちょっとレモン食べましょうみたいな歌じゃないよな食べましょういやそう聞こえたかもしれないけどね似てるように結構ヒットソングって似てるからこれはどうだろうなじゃあロンより証拠の大ライス、はい、耳こきあるあるお願いします。耳こき、あるある。耳こき耳こきだってまあ、まあ、パイ釣りとかそういう、まあ、耳こきあるあるは、うん、くぼみに出しがち。くぼみに出し残りがち。くぼみにって言っちゃうと誰かのやつじゃなかったりする。そうですね。いいのかな、ね、共有できるから。あれ共有、あるある会で共有っていうのが。そう。うん。うん、RG のやつだと思うんだけども、うんうん。ラジオのカンパチ太郎。はい深川さん、はい、まだ一言も面白いこと言ってないんですが、もしかして鍋プロだからですか？マネージャーまだいる？いる。いる。一回マネージャー下ろしてくれる？先に批判しようとするんじゃないよ。いやいや、批判じゃないよ。とりあえずちょっと下ろした方がいいと思うから、こういう局面はね。なんだあれはな、じゃあ、あんまり音楽は聴かないの？自分では作るけど。いやいや聞きますよそれは。だって冷蔵庫に何も入ってなかったら料理できないのと一緒でね、カレー作りたい何か作りたいってさね、冷蔵庫の中にあいみょんもレモンも入ってますよね、野菜っすか分かんないけど。全部腐ってたの？腐ってないよお前んちの冷蔵庫全部腐ってない？お前ちの冷蔵庫ちゃんといい状態で残ってるからそれをチョイスしてこうね、調理するわけですから。洋楽の方も聞く？洋楽の方がむしろ。あ、そうなんだ。そうですよ。今なんか注目してるアーティストとかいないの？ええ。それいますよ。いる？そうだ。いや、もちろん、アイモン。アイモン。アイモン。アイモンって出てきてんだ、今。え、アイミョンじゃなくて。アイモンって賛否両論あんだけど。ちょっと、どっちなのっていう、だから敵か味方か、アイモン登場って。要は、ヒップホップでもさ、や、逆にバトらせて、バトらせて両方売れるパターンあるから。ないの？アイミョン対アイモンでさ、バトらせて両方売れるパターンがそうでしょ。画策してんだよ。ねえ、それダメだよ。まだ言っちゃダメなやつだよな。あとはね、お話がもうないですね。まあでも、振り返り、ね、もう、振り返りもね、ある程度したからね。振り返り全然してくれないじゃん、だって。そうですね。うん。いやいや、逆にさ、どうなの聞いてみたら。どうなの？なんだろう。結構、お笑いはどうですか？見てる？あんまりもう興味ない？あんまりお笑い。いやだから YouTube でさ、やたらさ、YouTube が金属バットとかニューヨークをねおすすめしてくる。ああそう。おすすめしてくる。人気ありますからね。あそうなんだ。金属バット。自分の閲覧履歴とは関係なくおすすめしてくる。ああ。そう。やたらと。あじゃあよく見られてるってことはね。前に何度かね見たけど、はい、なんか最近でも。あとうちは A マッソがなんかすごいね。ああ、そっち系か。A マッソ今度呼んであげてよ。なんで？いやいや、そういうこと言いたいじゃない。先輩としてさ。いや、だって口聞いたことないだろ、A マッソ。それがあるんだよ。あんの？事務所のライブの打ち上げの時に誰も来ないのに。お前なんでお前事務所のライブ出てねえの打ち上げだけ言ってんの？なんでだよ。何してんだお前。恥ずかしいことするなよ。俺で言葉が足りなかったかもしれないけど、MC で言ってんの。
俺そこまで社交的じゃない。打ち上げだけ一番しないでしょ。自分が出てる打ち上げでも迷うぐらいな。そうか。あ、そう、そこであったの？いや、そこでさ、気づいたらちょこんと座ってんの。あの子がさ、うん、普段口悪いような、はいはい、そうそう、意外と可愛らしいとこなんだよね。ああ、そう。そうそうそう。話聞く？深川君の話なんて。聞いてくれるよ。へえ。聞いてくれ。聞いてくれ。まあ、逆にちょうどいいかもな、普通にやってる人よりもちょっとこの変な人だから。そうっすね、変人だから深川君は。まあまあちょっと自覚はないですけどね。うん、うん、でもそういう場で交流してね。花子なんかもね。ああ、花子、うん、売れそうな人の名前出してるだけだからな。ちょっと曲いこう。はい、それではちょっと聞いてください。とんぶり兄弟でとんぶりの歌、80sバージョン。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.je/dreamer. Sunday Night Dreamer. なんだろう、頭おかしくなるよ。なんだろうこれ。スタッフがね、聞かせてくれたんだよ ね。これバージョン違いだから。ちょっと違います、ね。バージョン違いって一緒にしか聞こえない俺。なんだよ、トンブリトンブリ。これ、これ、これ、秋田放送してない。してないのよ。うん、まあまあ、いいか。トンブリトンブリトンブリ。ありがとうございます。山川ちゃんの配慮かな、これね。山川ちゃん、鬼みたいな顔してるよ。今ちょっと、今ちょっと。見れない顔。今ちょっと、これ。見れないんだよ。呆れてんだよ、もう。大丈夫、ラッパー崎バチョ。最近旅行行ってないんですか？ニュージーランド。アイスランド。アイスランドは最近行ってないですね。行ってないですね。アイスランドの本出したもんね。本出したのもだいぶ前だからね。流行っちゃうんだよ、私が行ったところが。そんなことないだろう。フィンランドに行ったらフィンランドが流行り、マリメッコやイケアが日本に来て、アイスランドに行ったらアイスランドにみんな来て。うん、お前マリメッコから訴えられてなかったなんか気になるとか。どういうえ、そんなないですよ。そう。ないですよ、本当に。あれ、ね、まあ、好きなの？北欧がいいの？まあ、北欧がいいというか、アイスランドちょっとまあ特別かな。やっぱりいろいろこうパワーをね、感じるんだよね。地球の。気持ち悪いだろ？うん。いやいや。地球を感じるのよ、はい。普段地球にいるって気がしないじゃない。あ、もう感じた。そりゃそうだろ、お前。半地下みたいなところでずっと曲作ってるよ、お前。なんでジョバ自分の言えるのに半地下にいるんだ。半地下で曲作ってる。せめてお前2階で作るよ、2階で。なんで半地下で作ってんだよ。会は選ばせる。むしろ半地下って近所のね。まあ、そう、まあ、いろいろ。半地下なんだけどさ、ピアノを弾くとさ、ポストにさ、うるせえって紙切れ入ってる。半地下じゃダメなんだ。でもダメかピアノ弾くとやっぱダメなんだね。ピアノ結構ね、響いちゃうから。これはどうだね、うん。じゃあどっか南米とかやるの？もうあっちの明るいとこはやらない。ラテンアメリカ研究会だったから、いつかは南米行きたいの。ペルー、ボリビア、ブラジル、ボサノバで育って、ね、行きたいんですよ。ブエノスアイレス。あ、ええ、あ、そう。うん、アルゼンチン。意外だな。行きたいんですよ。へ、うん、全然そんなイメージがないな。確かに何もイメージないですね。そうそう、やがてね。うん、やがて、うん、はい。ラジオのアクセルライダー。深川さんファンの JK です。あら。おい。ラジオの前で、お股を濡らしながら聞いてます。うん。深川さんは何歳から何歳までが恋愛対象ですか？いや、あの、年齢を気にしたことは一度もないね。そう。うん。あ、気にしないとダメなんだけど。そうですね。消しちゃダメなんだけど。怖い怖い。そうやな、うんうんうん。でもあんまりそういう関係ないの、うん、あんまり気になんない。あんまり言わ、ね、あんま聞くことないね。まあ、うん、興味がないからだけど、どういう人が好きなのかとか。まあ興味ないもんな、ね。でもそういう場に行かないからね、そもそもね。まあ確かにそうだね。うん、どうしてんの、ああいうとこ、クラブとかで出会いがあったりすんの、うん、少しは。いやー、あ、出会おうと思えばいろいろできるかもしれないけど、うんうんうん、そういうのほら苦手なタイプじゃん。ビップルームとかでさ、あ、みんなで飲もうぜみたいな、苦手なタイプだっての伝わってるよね。うんうん、苦手っていうか、まあ、誘われないだろ、別に。誰か。いや、誘われはする。誘われする、うん、でも僕ちょ、あの、大丈夫ですから、みたいな。そう、でもビップで、何、女性に、こう肩をさ、回したくて DJ してるわけじゃないから。うん、結局何してる？伝えた、音楽で伝えたいの？
いや、まあ、なんだろうね。ずっと一貫して僕は、泣いてるだけだ。赤ちゃんの、おぎゃーおぎゃーを、形を変えてやっているだけだね。ちょっとわからない。もう一回小返しする今の。ちょっとね、分かりにくかったね。そうですね、ちょっと深くて、うん、じゃあこういうこともないか、当然、ええ、ラジオのラックフェスバル、ええ、クラブのトイレでセックスしたことありますか？いや、まあ俺らのね、あんまり行かないないですけど、そういう作品はたびたび見ることあります。ええ、あ、そういうのは好きなんね、ええ、そういう作品ね、ありますね、うん。ラジオネームしおりん、前回福川さんがサンドリーに出演した際、ええ、音羽さんを口説いたことは認めていましたが、ええ、今狙ってる芸能人いたら教えてください。いやー、今はね、ないか合わないもんな、50もうだから、そういうさ、20代の頃とかってやっぱ綺麗な人にいちいち反応したけど、うん、そうだね、もう今反応しないよね。変わってきちゃうんですね、やっぱ。そうか、もう本当もう区別もつかなくなっちゃうし、ええ、うん、でもこの前正直散歩の時の、足立？ああ、うん、足立か、足立か。うん、うん。あれ、僕が20代だったら連絡先聞いたかもね。ああ、そう。うん。そういうとこあんだ。うん。意外だね。はい。あの子いいよね。もう可愛い。たまる、久々に芸能人と会ったからだけだろ。普段芸能人と会わないから、久々に芸能人と会ったから驚いちゃったんだけど、ちょっとはしゃいだかも、ちょっとはしゃいじゃったかもしれないけど、それだけだからね。今日あれ、ちょうど朝7時ぐらいから出川さんと僕らの時代みたいな番組で、出川さんと飯尾さんとウドさんが仲いいからね、お話してやってて、あれだったよ、なんかあれ見たらさ、懐かしかった。それこそもう昔話するなって言われるけどさ、うちピーの頃よくほらさ、俺と飯尾さんと嵯峨根さんはさ、もう本当に二軍でさ、二軍でずっとやっててさ、それでも飯尾さん今こうやって頑張っててさ、なんならもう徳ちゃんなんかもう今報道ステーションの司会してるよ、内村さんの奥さんになっちゃって、そうですね、そういう意味でやっぱり負荷だけだなと思って。え、ちょっと待って、半地下で暮らしてる。まだ地上にも出てこない。半地下で暮らしてるけど、そんなだって電波には関係ないわけじゃん、画面上はさ。半地下で暮らしてる感じ出てないから。半地下感出てないでしょ。出てるよな。そうですね。ちょっともうイメージがそうなってる。でね、暮らしてるわけじゃないから。曲を作る、もしくはピアノ弾くときのみ、半地下。うるせえって紙が入るからだ。なんか、あれだっけ、なんか捕まったりしてないっけ、何に。いや、なんかそのなんか、犯罪はして、なんか一回反省謹慎はしてないんだっけ。反省謹慎はしてないけど、うん。うん、でもまあ、自粛期間はあったよ。なんで自粛だっけ。いや、だから、ここに、そういうことか。自粛というと、まだちょっと違うわけですけど。特に犯罪を犯してないってことですよ。なんかその割にはな、半地下にずっといらっしゃるから、なんか反省謹慎してんのかなと思ったら。好きで半地下にいるだけだ、ね、全然地上に出てるから。出てもいいけどって、いいけど半地下が好きだってことだね。ラジオのゲスト座は、福川さんはセンスの塊ですみたいな雰囲気だけ醸し出しておいて全然面白くないし、横浜出身なのにダサいし、鍋プロ所属だし、大変気持ち悪いです。それなのに自分をよく見せようという繕いが見え見えで、とても嘘くさい福川さんですが、やはりショーン・ケイやテレンス・リーさんに対して親近感は湧いてますか？マネージャー今どこいる？後ろいる？まだいます。はい。見返りしろよ。さっきから聞いてるよ。え？わかっ、そうだね。5時に夢中、次、ショーン K だな。いや、どうしてよ。絶対。いや、素敵な方ですよ。また直接交流もあったし。うん。そうか、そのくくりなんだな、深くんでな。そのくくり。確かに。ショーン K、テレンスリー、いつみ、ね、徳光、その辺だ。いやいや、皆さん素敵な方ですけど、ね、違うカテゴリーだと思いますよ、私は。そう？うん。一緒に見えるけどな。そう？ラジオのプラダを着たカズマ、FM よ。先日渡辺お笑いナンバーワン決定戦で偉そうに司会を務めてらっしゃいましたが、最近ネタは考えてないんですか？まあ、いわゆるネタではないですけど、普段の、まあ、それこそ5時に夢中での一挙手一投足は、うん、まあ、私は一言ネタだと思ってやってますね。はい。
難しいね。なんだろ、ストライクゾーンが難しいね。結構時間経つけど、ストライクゾーンがまだ分かんないんだよな。はい、もう。なんか、深川君聞きたいことない、セッキ。いや、もうさっきので終わりました。そんな、それも辛いですよ、いっぱい聞き切ってるの。これさ、もうさ、聞いた方がいいよ。これさ、リアルに飽きてるパターン。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.jp/dreamer. Sunday Night Dreamer. しかしなかなかあの平成振り返ってくれないんですけど。いや私はねいつでも振り返るんだけど、ね、うん。なんかむしろねその挟まれるお便りがさ、うん、いやちょっと平成のことあんまり喋ってくれないからこうやって困って苦肉の策で読んでるだけだから、うん、あそう全然答えますよ熱海のたこ焼きマントマン、深川さん、はい、足立梨花ちゃんの体の一箇所どこか永久に舐められるとしたらどこを舐めますか私が舐めていいんですかいやもちろんですよ頼みますよ生放送だからね鼠径部ですねね、あの付け根のラインをずっと、ね、リンパが通ってるところですね、ええ、近ず離れず行ったり来たり右で往復左でもいいよ気持ち悪いな鼠径部です気持ち悪いなよ言葉選ぼうとすらしなくなってストレートにフィルターがもう、うん、ポジサイド FM へアイスランドは温泉の間欠泉有名ですね、ええ、その穴にチンポを突っ込んで死にたいですかって、ええ、まああの事故であればね死ねるとしたらね、ええ、本望ですよあそうです、ね、事故であれば、ええ、恋にはやらないですけどいくつぐらいで死にたいですかいやもうそれはさやっぱり私の一存では決められないですかいやそうだけどまあ、うん、なんかやり残したこととかさ、うん、いうことで言えばさもうないでしょ、うんいやいややり残したことなくはないですよないでしょもう曲も作ったし友達とも遊んでもらったし少なめだねやりたいこと地下とはいえ、まあ、もうちょっと地上で羽ばたきたいから、うん、まだちゃんとなんか羽を伸ばしてない感じなんだ、うん、例えばさああいう仕事が来た場合どうなん、うん、まあ5人に夢中をきっかけとして、じゃあいわゆるあのめぐみさんがやってるような仕事とか、ああいうお仕事あるでしょ、ちょっと、まあ、ワイドショーというか、仕切りみたいなことって言いますか、どっちにするかってことですかいやいや、ああいうお仕事来たらやりたいですか両方やっていいという場合も両方っていうのは、お笑いとあ、その、5時に夢中をやりながらあいや、5時に夢中は一段落して、ええ、さあ、じゃあそろそろ地上波のお昼でボンとやってください。うんええ、難しい話も政治もあるよ、うんええ。今回の平成振り返ってくださいみたいな。ええお笑いじゃなくても真面目にっていうことで、ええ、髪も切ってください深川さんってえ髪を切るのうんそれはもうどれくらい切るのまあいやだからそれはだって髪切る宮根さんとかさあそれはああいう人たちみんな短髪だ、ええ、いやいやそれは短髪にしますよお人ですかねするええそのお茶の間の仲間になれるのであれば、うんそう髪ぐらいなんてことないですお茶の間の仲間にお茶菓子のメンバーにでもなれるのであればお茶がお茶受けの一つ半地下嫌なのか地上たまにはいや地上でお茶菓子の仲間になりたいってなんだよお茶受けの一つになれるのであればそう髪でも何でも切りますよ、何でもってことね、ああそう嫌なのかなと思ってそういやってことはないですよそれ全然切ってくれない平成振り返ってくんないしさ、うん、我々は令和の時代にどうやって生きていけばいいのかってこういうのはやっぱりちょっと高学歴のね、うん、これからの話はいいよねあこれからの話がいいですね、うん、これそうですねこれまでを振り返ってもしょうがないからそうかそういうことです、ね、失礼しました、うん、これからの話を、うん、はい、うん1枚、うん、ラックフェスティバルとんぼりの曲ですがこれはお葬式で流す曲ですかそう聞こえたそう聞こえたうん割と明るめの曲ではあるんだけど、ね、うん、まあだからいろんなところでね流していただいてもこれはじゃあいいでしょ、ええ、ラジオのラッパー崎馬長令和時代やり遂げたい目標ありますかお、うん、いやそういう意味ではね、はい、やっぱり令和が始まるわけですかもう44、はい、45で5になっていきます、ええ、やっぱりね、はい、
令和の時代にふさわしい料理番組をね料理番組料理番組とかね、夢いっぱいあるから、そのジャンルに、まあ、料理もこの番組何なんだろうって、うんうん、常にこの色の変わる、うん、毎週毎週何をやってんだろうって、うん、お料理されるんですか実際。あんましないですけどね、はい、そのいろんな意味の料理ね、先ほどのその、うん、音楽の、うん、そうそうそう、ああ、冷蔵庫、うん、そういう料理番組ですか。うん、質問なんだっけ。質問なんだっけ。やりたい目標。いや、あのね、そういう意味ではね、やっぱり自分に嘘のない人でありたいなという、うん、うん、やっぱそこだよね、何でも自分に嘘をついて、いや自分に、そうか、自分の嘘ついて生きてる。いやだから極力ね、どっかで嘘をつかないといけない時もあるじゃない、うん、まあ、でも極力やっぱり大事なとこではさ、うん、自分らしさで、うん、自分らしさってなんかね、うん、深川くんも、うん、質問ね、自分らしさ、自分らしさ、ボールこっちね、なんだろうなって、うん、いやいや、それをだから探してる途中ですよ、あ、自分らしさ、まだ、うん、いやだからそのアイスランド行ったりさ、うん、いろいろ行ったりして、自分探してんのまだ。これ何時までこの番組。もうすぐ終わります。自分探しに行ってんのあんなところ。いやいや、結果的によ。自分を探しに行かなくても、おのずと見えるんだよ。自分自身が。何もないところに行くと。どっか行くと、うん、うん。で、傷つくだろ。自分が見えたら。いや、何にも傷つく。なんだこれ。これが自分。見つけた時じゃないんだからさ。何にも気づかないんですよ。これなの？もし、自信をつけて帰ってきます。鏡、初めて鏡見た。これが俺なの？見なきゃよかった。見たい。と思わないの？ラジオネーム、カニ太郎でございます。Fミシカ。深川さんは才能があるのに、うん、なんで才能のないめぐみやヒデの腰巾着をやってるんですか？シュレッダー。シュレッダー。シュレッダーあるよね。早いね、判断が。シュレッダーあるよね。敏感しては、敏感ですね。残してはいけない。ね、でもそこは素晴らしさですよ。先輩たちの。うん、才能あるっていう風に感じさせないところがさ。ああ、なるほどね。うん、そこはやっぱりテレビ大事なところ。無駄に才能がありそうに振る舞うもんな、お前は。振る舞うってやめようよ。振る舞うってやめようよ。ラジオネームデースケ。トンボリの歌のせいでトンボリで頭がいっぱいなんですけど、うん、どこで安く買えますか。これ、いい質問来たね。ああ、ついに。はい。はい、アマゾン。アマゾンで買えるの？アマゾンで買えるの？東京のね、都内のスーパーでライブサミットであんま置いてないんですよ。ね、ゆくゆくは置いてあるようにしたいんですけど、うん、今はアンテナショップぐらいしかないから、一番手っ取り早いのはネットです。ただ中国産もあるので、あ、そうか、秋田大館さんを、あの、ぜひともね、なるほど、選んでください。随分安いんだよね、一瓶でそんなに入ってる。これ680円ぐらいだから。そう。結構桃屋のご飯ですよね、大きいバージョンのぐらいの瓶で。そうそうそう。そうです、650円だ。ミキプルーンぐらいかな。ぐらいの、ね、そうですね。なんで分かりにくくすんだよ。これが分かりやすくしてる。気に入らなかった。なんで対抗するんだよ。いいんだよ、2個も3個も言わないで。1個でいいんだよ、そんなの。少し小さめの。お前らちょうど桃屋みたいな顔してんから、それ桃屋のやつで分かる。桃屋桃屋みたいな顔してんから。桃屋フェイスって言われたことない。ちょっと、さあ、エンディング近づいてまいりました。ちょっとこの後、深川さんには平成を。やったろ！ Stay Night Dreamer.Live on air. さあ、ということでね、もう2時間経過してお別れの時間なんですよ。おかげしてほしい、本当に。もう詐欺だよ。いや、でも、私だけじゃないと思うんですけどね、この要因は。いやいや、まあ、そもそもね、深川くんに、まあ、このラジオ出てくれっていうオファーはずっと続けてたんですよ。ラブコールは確か送ってたことは確かです。だけど、まあ、まあ、快諾してもらったといえば快諾してもらったわけだけど、今日の日にちを指定したのはお前だからな。平成最後俺でしょって言ったのは、うん、平成最後でしょって指定してきたのはあなたですよ、うん、なんかあると思うじゃん。もうここまで来たら言わずに終わろうよ。ねえ、ここまで最後の最後にさ平成最後なら出てもいいやつさ、あんただ本当に、ね、結局
トンボリの話どうせさ、トンボリの話は最後ですよ、大好きな番組で、どうせならやっぱりね、こういう節目に出た方がさ、思い出にも残るじゃない。まあ、でも平日もさ、いいけど、はいはいはい、ね、来てよ、ラジオネーム冷凍メロンパン FM 宮崎、深川さん、先ほどツイッターで、神回始まるよと、ツイートしてました。まあまあね、毎回神回、今日の放送、どこがビークラス神の部分、いい加減してるよ本当に。なんだよ、ツイート削除すればいいだろう。ツイート削除すればいいだけど問題だよ。誰でも迷惑かけてないよ本当に。ね、まあじゃあもうまたですかね。じゃあ来、まあやります。だからね、お母さん、北沢タウンホールで5月1日ショーやったりしますけども、当日券若干余っておりますけど、もうじゃああれですか、令和時代はもうお会いすることないですか。どうせとなります。いや、むしろこれまで以上にです。私ももうね、もう気兼ねなく羽を伸ばせますんで、お互い良きライバルとして、戦友として、お互い切磋琢磨していければと。いい加減してほしいですよ、ちょっとたまにはね、こういう随分下の後輩たちにね、あの頑張ってる姿見せてやってくださいよ。いつも半地下で曲作ってないで。半地下で曲作ってても、こいつら見ないんだから。完全に地下だったらよかったの。いや、見えないけど、半地下のちょっと見えるんですよ、半地下なんで。ちょっと見えるんだよ、ピタッとだけ見えるから。やってんのかなってなるんです。そうそう、もうちょっと2回3回でちょっと曲作ってくれたらね。そうですね、それはもういいメッセージと受け止めますよ。もうとんぶりとんぶり言ってないで本当に、ちょっと日々これ食べなかったねこれね。食べないよ本当に。これまた美味しくいただきます今度。それは今度、そう、十分農家の人たちの情熱は伝わりました。いや、何の話だ。何の旅行だ。平成最後ですよこれ。平成最後とんぶりの生命しに来たのお前。本当にいいですね本当に。ありがとうございます本当。また来ます、令和になっても来ますよ。ということで、平成を一応締めくくるゲストとして深川亮さんお越しいただきました。どうもありがとうございました。お相手は私、有吉弘行と、タイマチン3号関太とアルカノピース酒井健太でした。また来週。また来週。